ギジェットは15歳は、サーフィン好きで恋い大きい10代の娘ギジェットと、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の教授で、男やもめの父、ラス・ローレンスとの生活を描いたアメリカ合衆国のシチュエーションコメディである。ギジェット役をサリー・フィールドが、父親役をドン・ポーターが演じた。最初の放送は、 アメリカンブロードキャスティングカンパニーにおいて1965年9月15日から1966年4月21日まで行われ、同局のレギュラー番組としては最初のカラー放送となった。しかし、視聴率はかんばしくなく、放送は第一シーズンで打ち切られた。翌夏の再放送時には若干の人気を得たものの、打ち切りの決定が覆ることはなかった。 設定や登場人物は、フレデリック・コーナーが1957年に出版した小説、ギジェット・ザルトルガール・ウィズビック・アイデアズに基づいており、脚本もコーナーの監修によるものである。この小説は、コーナーの10代の娘、キャシーの遍歴に着想を得たもので、1959年には、サンドラ・ D ・ジェームズ・ダレン、クリフ・ロバートソンダの出演で映画化された。 続いて制作されたのがテレビ版であるが、筋や細部において映画版とは多数の相違が見られる。コーナーの原作に登場するギジェットの親友、ラルーと既婚の姉、アン・クーパーは映画版では省かれていたが、テレビ版には登場している。原作では知的だが恩着せがましい精神科医であるギジェットのギケ・ラリー・クーパーは、テレビ版ではジョン・クーパーの名で登場し、 ぐどんながら愛すべき性格の心理学の学生として描かれている。本作のメインキャストである、サリーフィールド、ドンポーター、ベッティコーナー。1965年撮影。サーファー目当てで浜辺に入り浸る、典型的な南カリフォルニアの娘、フランシス・ギジェット・ローレンスを、サリーフィールドが、その父で、UCLA の教授ラッセル・ローレンスをドンポーターが、演じる。 脇役として、ギジェットの既婚の姉、アン・クーパーを、ベティ・コナーが、その夫で、心理学の学生のジョン・クーパーを、ピート・デュエルが、ギジェットの親友、ラルーを、リネット・ウィンターが演じる。その他、ギジェットのボーイフレンドであるジェフ・ムーン・ドギー、マシューズ役として、スティーブン・マインズが、ギジェットの学校友達として、シド・ランリトビーが登場する。物語は、フランシス。 ギジェット・ローレンスと父・ラッセル・ローレンスとの父子関係に焦点を当てている。ギジェットは学校で、家庭で、そして近隣の浜辺で騒動を引き起こす。父・ラッセル・ローレンスは、そんな15歳の娘を多大な労力を費やして教え導く。既婚の姉アンとその夫・ジョンはやってきては口を挟んでいく。ギジェットの親友・ラルーは、 ギジェットと一緒になって羽目を外す役所である。各話はギジェットが父から助言を与えられ、無意味な騒動の中からも分別を学んでいくところで終わる。時にギジェットは第四の壁を破り、その日の物語で得た教訓を視聴者に直接語りかける。収録はカリフォルニア州バーバンクのコロンビアワーナーランチで行われた。ローレンス家の外観と台所は、 過去にヘーゼルでバックスター家として使われていたもので同時期に撮影されていた奥様は魔女にも登場する。当時18歳のサリーフィールドは他に75人いた候補者を押しのけて主役を得たがサーフィンの経験が全くなくカメラの前でサーフィンの真似だけができるように訓練を受けた。フィルザウエルはサーフィン技術顧問の名義で指導にあたり、 劇中で使われたサーフボードも提供した。原作と映画版ではギジェットはブロンドであるという設定になっているが、テレビ版ではブルネットである。主題歌はハワード・グリーンフィールドが作詞し、ジャック・ケラーが作曲した。パイロット版ではホー・フレッシュ・メンが、以降はジョニー・キロットソンが歌っている。番組は CBS のジャジャウマオク・マン・長者、NBC のバージニアンといった。 いずれもすでに強い支持を受けていた他局の番組との厳しい競争に直面し、低視聴率に苦しんだ ABC は1966年の春に打ち切りを決めた。1966年夏に行われた再放送では一定の視聴者を得たものの、ABC の幹部は1967年にサリーフィールド主演でいたずら天使の制作を決め、 ギジェットは15歳が復活することはなかった。後にサリーフィールドは、ギジェットは15歳の仕事の方が好きだった。いたずら天使は嫌だったと述べている。ギジェットは15歳はシンジケーション放送の形で、その後も何年かは放送が続いた。続編として、ギジェットグローズアップとギジェットゲッツマリードの2本がテレビ映画の形で制作された。 1980年代初頭には、ギジェットは15歳が再放送され、番組の知名度向上に寄与した。後に、別の続編として、テレビ映画、マリブビーチ、夏の約束が、1986年には、新シリーズ、ザニューギジェットが制作された。日本では1970年5月30日から、同年9月26日まで、TBS 系列で放送された。 放送時間は毎週土曜19時19時30分。日本語版でのギジェットの声は、大田敏子が吹き替えた。1960年代ミルトンブラッドリー社は、ギジェットフォーチューンテラーという名のゲームの製造販売を行っていた。このゲームは外箱、ゲーム版、カードなどにサリーフィールドの写真を使用している。2006年3月21日、ソニーピクチャーズホームエンタテインメントは、 シリーズ全32話を収録した DVD ギジェットザ・コンプリートシリーズをリージョン1で発売した。この DVD には新規収録されたサリーフィールドのインタビューやオリジナルパイロットなどが含まれる。ありがとうございます。